はい、皆さんどうもこんにちは。ありがとうございます。横浜音祭り2019街に広がる音プロジェクト里山ガーデン会場2組目12時半よりスタートさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて皆様、お手元にこちらの公式パンフレット、街に広がる音プロジェクトの公式パンフレットお持ちでしょうか。街に広がる音プロジェクトは横浜の象徴する場所でアーティストが演奏する観覧無料のイベントとなっております。こちらのパンフレットの本日19ページ目がですね、本日の会場となります。街に広がる音プロジェクト11月15日まで開催しておりますので、毎週土日どこかで音が奏でられます。ぜひともお楽しみいただければと思います。さてこちら里山ガーデン会場2組目ご紹介させていただきたいと思います。2組はヒロトパン泉ひろとさんです。プロフィールご紹介させていただきます。2018年、2000年初頭に原型が発明され、まだ日本では数えるほどしかプレイヤーがいないハンドパンの活動を始められました。2018年秋、ファーストハンドパン CD をリリース。さまざまな場所でライブ活動を行っていらっしゃいます。それではご紹介させていただきましょう。街に広がる音プロジェクト2組目、ヒロトパン、泉ひろとさんです。どうぞ。Thank you.
裕斗君と申します、よろしくお願いします。ちょっとですね直射日光が、今日すごくてですね、これ今目玉焼きが焼けるぐらい熱くなってるのでちょっと休み休みでやらせていただければと思うんですけど、むちゃくちゃ暑いです今これハンドパンという楽器なんですけど、2000年とか2001年ぐらいでですね、スイスで発明された新しい楽器です。あのスティールパンっていうドラム缶をこうへこまして、小さい棒で叩く楽器があるんですけど、それを手で叩けるようにということで、スイスのそのスティールパンを作ってた工房がこの原型を発明しました。それからまだ20年も経ってないぐらいの歴史の浅いもので、まあ、日本でもそんなにまだやってる人が少ない楽器です。はい、今日はこのねすごい天気良くて気持ちがいい状況、まあ、ちょっと暑いんですけど、中でハンドパンの気持ちいいことを聞いていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。Thank you.
冷めるんですけど、今ね、むっちゃ暑いです。やばいです、これあんまり暑くなると音も変わるんですか？そうなんですよ、音がね、まだ大丈夫なんですけど、多分ね、やっぱりあの鉄、まあ、ステンレスなんですけど、どんどんやっぱり伸びると音が低くなっちゃったりして、まあ、チューニング狂ってくるんですね。今のところまだ大丈夫ですけど、ちょっと狂ってきたらすいませんって感じですね、今日はあんまりちょっとこう直射日光でやっちゃいけないんですけどはい、です。はい、じゃあちょっと引き続きやります。はい。
っちゃ熱くなってるんですよ。なんでちょっと待ってくださいね。ちょっと冷ましながらやります。今日終わった後お時間ある方ちょっと触ってみてはいかがかな。結構ですね、ハンドパンって多分日本でちゃんとやられてる人ってまだそんなにいないんですね。それでこれ自体を触る機会というのもほとんどないと思うんですね。そこら辺の楽器屋さんに言ってるわけでもないし、なので何かこういうライブがあったりとか、機会があるときですね、終わった後とかにちょっと触ってみてもらって、あ、こんな楽器があるんだなっていうのを、見ていただいたりっていうことをよくやってますので、はい、冷めたら触ってください。多分今むっちゃ熱いんで、はい、じゃあ次の曲やりますね。
じゃあ最後に短めにもう一曲やっと終わります。本日はどうも本日はどうもありがとうございました。短めにあと一曲やっと終わります。ひろとぱんと申します。どうもありがとうございます。泉ひろとさんでした。もう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。さあ、立山ガーデンと花々とハンドパンのコラボレーションいかがでしたでしょうか。あともね、少しご体験いただけるということなので、ご興味ある方はちょっと暑さも含めてご体感いただければと思います。どうもありがとうございました。さて、里山ガーデン会場、続いては14時より本日のゲスト、ソプラノセブンボーイズさんが登場いたしますので、お楽しみください。それでは14時までぜひとも里山ガーデンご堪能いただきましてお待ちくださいませ。